うつ病うつ病の治療うつ病の治療では、大うつ病性障害として知られる、精神障害の治療法について、現状で存在するものを列挙する。患者は、通常外来患者として、評価、管理し、患者が、自分自身や他人に危険をもたらすと考えられる、場合のみ精神福祉部門に入院させる。うつ病は、数ヶ月以内の自然回復率が50%を、 超える。最もうつ病で共通する治療は、休養、心理療法、薬物療法、電気ショック療法である。何があっても朝に起きる就寝前は、VDT 作業をしない、アメリカ国立精神衛生研究所は、抗うつ薬の普及前、うつ病は、自然回復し、再発は滅多にないと公式に述べていた。また、任務の研究者らは、抗うつ薬が、 回復期間の短縮に役立つ可能性はあっても長期回復率の上昇には役立たないと考えている。1964年ニ務のジョナサンコールは、うつ病は全体的に治療の有無にかかわらず最終的には回復する予後が最良な精神状態の一つです。ほとんどのうつ病は治療しなくても長期的には回復しますと述べている。 1974年、任務の鬱病部門長であるディーン・シュイラーは、ほとんどの鬱病は、特別な治療をしなくても事実上完治するという、経過をたどりますと説明している。数ヶ月以内の自然回復率が50%を超えるため、各種治療法の有効性の判断は難しい。日本での研究では、6ヶ月程度の治療で回復する症例が50%。 程度であるとされ、多くの症例が比較的短い治療期間で回復する。しかし、一方では20%程度の症例では、1年以上うつ状態が続くとも言われ、必ずしも全ての症例で簡単に治療が成功するわけではない。また、一旦回復した後にも再発しない症例がある一方、うつ病を繰り返す症例もある。うつ病は、 脳のエネルギー欠乏によるものなので、使いすぎてしまった脳をしっかり休ませるということが、治療の基本と言える。適切なライフスタイルを患者教育する。患者は、通常の睡眠時間、起床時間を維持すべきである。うつ病患者は、気分やエネルギーが低く多くは睡眠障害を、併発するため、日中の昼寝、就寝前の飲酒。 日中の大量のカフェイン摂取などといった良質な睡眠衛生とは逆の行動パターンをとっていることが多い。認知行動療法は認知と行動の両面に働きかけることで自責感や自己否定的思考などの認知の歪みを修正したり日常生活において楽しみや達成感を感じる行動を増やしながら活動性を取り戻したりすることなどを図る。詳しくは うつ病認知行動療法を参照。患者が所属する環境の変更や患者が所属している環境の改善を行うことも有用である。例えば、ストレスの強い環境から離れたり、良質なソーシャルサポートを増やしたりといった環境調整の工夫も有効である。ある問題が患者を苦しめ、うつ病の一因となっている場合、 その問題を解決し症状の緩和を図るため患者の問題解決を治療者がサポートする問題解決法が用いられる問題解決法は次の5段階から構成されすべての段階で治療者がサポートを行う問題の明確化真の問題具体的な問題を見つける解決方法の案出見つけた問題への解決方法を できるだけ多く提案する解決方法の選択。それぞれの解決方法の長所と短所を列挙し、最も実行しやすく、かつ問題解決につながりやすい。解決方法を選択する解決方法の実行。事前に準備をし、選択した解決方法を実行する。フィードバック。問題を解決できたらその解決方法を続け、解決できなければ、 他の解決方法を実行する。これらを通じて直面している問題を一つでも解決することができれば、うつ病の一因を取り除くとともに患者が無力感から立ち直るきっかけを作ることもできる。ストレス管理ストレスはうつ病の一因であるとされている。そこで、ストレスを引き起こすもの事柄。 状況をなくすことや変化させること、受けたストレスを上手に発散させることなどをサポートする、ストレス管理も重要な技法である。ストレスの発散に関しては、治療者や支援者が患者と共同し、楽しい活動とそうでない活動を探っていき、 生活の中でできるだけ楽しい活動の数を増やし、楽しくない活動を減らすことをサポートしていくことが多い。2008年の国乱レビューによるメタアナリシスでは、リラクゼーションのテクニックは、無治療、または最小限の治療よりも自己評価による抑うつ度を改善していた。薬物治療や入院治療を極力避け、対話による回復を目指す治療法。 日本への導入が進められている。オープンダイアローグを参照1999年のガイドラインでは、最も効果のある薬物治療を見つけるため、薬の種類と量は頻繁に調整すべきであり、違った抗うつ薬の組み合わせ、別種の薬物を試すことが求められ、最初の薬物への反応率は50%程度と低いとされる。抗うつ薬は、 統計的にプラセボよりも優れているが、しかし全体的な効果は低から中程度である。多くの場合、国立健康臨床研究所による臨床優位基準を満たせない。とりわけ、中程度のうつには、効用は非常に小さいが、非常に深刻なうつの場合臨床的優位性は上がっている。否定形抗精神病薬うつ薬に否定形。 抗精神病薬を組み合わせて使う増強療法は、抗うつ薬の効果を高めることが知られており、抗うつ薬による適切な治療を行っても十分な効果が認められない場合、効果が期待できる治療法である。セント・ジョーンズ・ワート・ストリート・ジョーンズ・ワート日本では、サプリメントとして市販されている。副作用があり、日本での治療エビデンスは希薄である。 セント・ジョーンズワートにおいてもセロトニン症候群の可能性があるので注意が必要である。サメース、アデノシルメチオニンはアメリカとカナダではサプリメントとして販売されており、イタリア及びドイツでは処方薬として認可されている。うつ病、関節炎、肝臓疾患への有効性が知られている。大うつ病の治療に標準的な抗うつ薬と同等であることが示唆。 されている。選択的セロトニン再取り込み阻害薬に無反応の大鬱病性障害の患者に投与し偽薬に比較して有意差が得られた。風ガイドラインでは可能な限り体を動かすようにすべきと勧告されている。治療エビデンスは様々であり、運動は鬱病の症状を改善させない。通常の治療と比較して抗つ剤の使用を減少させない。 身体活動を増加させることは、うつ病からの回復の機会を増加させないとの報告がある。九百九十九年のデューク大学のジェームズ・エイブルメンタールらの研究によれば、運動と抗うつ薬セルトラリン投与の治療は、同程度の効果があった。胸図外磁気刺激法とは、頭の外側から磁気パルスを当て、脳内に局所的な電流を生じさせることで、 脳機能の活性化を図るもの。日本では保険は未承認。6週間治療での寛解率は27%程度。続く24週間治療での寛解率は50から60%程度。副作用としては刺激部位の痛みや不快感、頭痛など。神経精神科医の鬼頭晋介が日本リハビリテーション医学会へ投稿した。 学術論文によると、高頻度の RTMS は、うつ病を改善させていると考えられる。うつ病患者の背外側前頭前の及び、大脳辺炎系では、機能的不均衡が起きており、RTMS はこの症状を是正する。そもそも、トムスという技術は、電磁誘導の法則を使って、非侵襲的に、神経刺激を行う。トムスの中でも、 規則的な刺激を繰り返し行う技術を RTMS と言い,い、これは神経調節を引き起こす。RTMS による鬱病治療では刺激部位として背外側前頭前のが選ばれることが多い。それを対別すると左前頭前のへの高頻度 RTMS か右前頭前のへの低頻度 RTMS かになる。また、 RTMS による治療は、うつ病以外にも向けられており、例えば強迫性障害、不安障害、接触障害、統合失調症、双極性障害、依存症などがある。世界的に RTMS の承認は、刺激条件ごと及び治療装置ごとに行われている。2018年9月時点では、アメリカで承認された RTMS の刺激条件は、 左前頭前の絵の 10Hz の高頻度 RTMS で治療時間37.5分及び18.8分。承認されている RTMS 装置はニューロネティクス社、マグベンチャー社、マグスティム社のもの。一方、日本で承認された刺激条件は37.5分装置はニューロネティクス社のもの。うつ病は 一般的に睡眠不足に関連付けられている。うつと睡眠不足の二つの相互作用により、症状を悪化させる。良い睡眠衛生によって、この悪循環を断ち切ることが重要な助けとなる。それには、標準就寝時間の確保、カフェイン等の覚醒物質を断つ、睡眠時無呼吸のような外乱要素の治療などがある。皮肉にも、睡眠短縮は、 うつ病の一時的な治療である。断眠り療法は効果が持続しにくく、その場合薬物療法や光療法を併用する。抗療法は時折抑うつ治療に用いられ、特に季節性情動障害に多い全米性深海協会による高症度抗照者療法についてのメタアナリシス調査では季節性情動障害と非季節性情動障害の 両方において、プラセボよりも効果が確認され、効果は、標準の抗うつ薬治療と類似であった。引き節性情動障害では、標準の抗うつ薬治療に追加で、光療法を行うことは、効果的でなかった。2004年の国乱レビューでは、低い品質のエビデンスベースだが、針治療が、うつ病の治療に効果があるかどうかのエビデンスは、不十分と結論付けている。 臨床試験では、鍼灸の効果は、アミトリプチリンと同等の効果が示されている。加えて、とりわけ電気針ではさらに効果があり、うつ病患者のサメチールマイナス4ヒドロキシ、フィーナイルグリコルの減少をもたらす。一方で、デキサメタゾン抑制試験では、アミトリプチリンは、その抑制ではさらに効果があった。針は、 体内のエンドルフィン生産レベルを引き上げることが証明されている。ニコライシュハチュクによる研究では、冷たいシャワーを浴びることは、うつの治療を助ける効果があると主張している。市は、冷たいシャワーは、脳の主要なノルアドレナリン元であるローカスセルリアスや、ブルースポットを刺激するという生物学的説を主張している。また、ベータエンドルフィンのレベルに影響するとしている。 漢方薬では、細ハ化流骨化ボク半カミ木ョ神ヨウ酸、神キヒ油が主に用いられる。治療有効例では、約2週間ほどで効果を示すことが多いが、効果のない場合でも4から6週間の経過を見た、方が良い場合もある。西洋薬から漢方薬への切り替えは、困難なことが多く、少なくとも急激な弾薬はしてはならない。エビデンスレベルは、 高くない。うつ病に対するアロマテラピーについて、12のランダム化比較試験があり、香りの吸入あるいはアロママッサージであり、証拠の質が低いものも含まれるが害して、抑うつ症状の緩和に有効である、可能性が示されており、吸入よりマッサージの方が効果が高そうである。アミノ酸であるトリプトファンは、セロトニンメラトニンといった、 モノアミン神経伝達物質などの先具体として重要である。国乱共同計画のメタアナリシスではトリプトファンについての108の臨床試験のうち2つの試験しか十分な精度を有していないことを明らかにした。その結果、トリプトファンの十分な効果の証拠が認められないので、うつ病治療に推奨できないと結論付けた。 米国ではトリプトファンを含むサプリメントは販売禁止である。食事療法の日本でのエビデンスは規薄である。日本ではサプリメントとして市販されている。日本での治療エビデンスは規薄である。食事療法の日本でのエビデンスは規薄である。タモギタケなどに含まれるエルゴチオネーンには抗うつ作用があることが動物試験で明らかになっているが、 人に対する臨床は少ない。ありがとうございます。